はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神十戦編です。今日でログインが、1668日目ですね。はい、現在2024年1月10日の午前8時49分なんですけども、今回ですね、契約書の方を、ね、開封したいなと思います。はい、ゴールド契約書10枚と、あと S ランク確率 10% 契約書が2枚で、 S ランク確率 30% 契約書1枚、まあ、この合計ね、13枚ですかの契約書開封してね、まあ、ぜひ阪神の S ランク選手ね、出てほしいなと思ってます。はい、その前にですね、プロスビコロシアム、長打をですね、今回ね、はい、まあ、初日、まあ、僕一応終わりまして、順位成績の方ねご覧いただきたいなと思います。こんな感じです。はい、トップランクランキング2位ということで、記録49なんでね、ちょっと、まあ、若干やらかしたかなという感じはあるんですけども、ですね、まあ、ランキング見てもらえれば分かるんですけども、ちょっと1位の方とね、もう初日でちょっと差つきましたんで、まあもう1位諦めようかなと思ってます。はい、もうこれはちょっと無理かなと、まあ、後半ね、だんだん厳しくなってきますんでね、まあ、これはもう1位諦めて2位争いで、頑張りたいなと思ってます。はい、まあ、今回一応ね、スピリッツはね上から2番目やったんでね、まあ、2位目指して2位争いを頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、49なんでね、ちょっと結構やらかしてしまったんですけども、はい、まあ、オリックスの方はね、オリックス純正編の方は、一応1位でね、初日終わりましたんで、まあ、オリックス純正編の方は1位目指して頑張っていきたいなと思ってます。この阪神はね、2位争い頑張ります。はい、そんな感じですね。まあ、逆にちょっと気楽になれたかなという感じもありますね。はい、それでは契約書ね、開封したいなと思うんですけども、まずはゴールド契約書10枚からいきます。1枚、2枚、3、4、5、6、7、8、9、10枚ですね。はい、まあそうですね、最低でも A ランク1枚来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。 S ランク来い。さあ、最低でも A ランク1枚来てよ。んー、やばい、いやー、オール B かな。いややな、言わなさそうやな。ないか。んー、渋いな。はい、ゴールド契約書10枚は全部 B ランクでしたね。残念ですね。はい、非常に残念です。はい、まあまあまあ、まだありますんでね。はい、続きまして S ランク確率 10% 逆に2枚いきます。いっぺんにいきますね。これでこれですね。はい、そうですね、できれば S ランク阪神来てほしいです。いきます、お願いします。来い、 S ランク来てくれ。さあ、どうでしょう。ああ、ないかな。さあ、S ランク来い。 S ランクはないんか。森下選手、広島ですね。はい、 A ランク阪神来い。うん、今永選手、横浜。はい、阪神こず、 S ランクもこずですね。残念。あかんなー。はい、A ランクでしたね。はい、それでは最後にこれですね、プロスピマーケットの累計の S ランク確率 30% 逆勝、これいきます。もうこれはもうぜひね、 S ランクもうどのチームでもいいんでね、もう阪神じゃなくてもいいんで S ランク来てほしいです。お願いします、 S ランク来い。いや、なんか渋そうやな。 S ランク、うわー、ないか。あかんな、全然さけへんな。どう？ S ランク来い。あー、ないわ。はい、西村選手ロッテということでね。あかんな。はい、まあ、S ランクも阪神も一切来なかったですね。はい、残念です。はい、またね、次に期待します。はい、はい、まあ、今回こんな感じですね。まあ、コロシアもね、今日、昨日からですけどもね、まあ、ちょっと1位の方はね、もう無理かなっていう感じはあるんで、まあ、2位争い頑張ってね、やりたいなと思っていってます。まあ、ちょっと契約書の方、まあ、非常に残念な結果ですけどね、まあまあ、もうこれはもうしゃあないんでね、ちょっと切り替えてね、
また S ランク阪神出るようにね、頑張りたいなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金派オーロード阪神純粋編でした。